Hello everyone, welcome back with me, Sponge Windshielded Gamer here. Today, I'm going to deliver the very first English translation video of Klee-chan and Kaya Oni-chan Guides You Around Mondstadt video, the most recent video from Genshin Impact Japan official. By the way, before we go to the video, I want to express my gratitude for the constant support so far. I have Patreon now. So, if by any chance you really like my work and want to support me more, you can do so via the Patreon. Now, let's get started. ここはずーっと遠くまで野原が広がってるの。野原の真ん中にすっごく大きな木が生えてるでしょ。ここから初代ダンディライオン騎士バネッサ様が天に登ったんだって神団長が教えてくれたんだ。バネッサ様がお城とお別れするとき、自分の物語と苗を一つ残したんだって。その苗が育ってお空にまで届く大きな木になったの。モンドはたくさんの原っぱと丘でできてるんだ。風神様がモンドを作るとき、暴風できれいに崖や山を吹き飛ばしたんだって。でもきれいになってない場所もあるよ。例えば腰広いの崖とか。もしクレイが神様なら、火力増加型の爆弾でドカーンってして広い原っぱにするのにな。風神様は気にならないのかな。星広いの崖から海を見ながら歩いてると、輪っかの形した神殿が見えてくるんだ。旋風の神殿はずっと昔に風を祀ってた場所で、ここでいろんな物語が生まれて飛んでいったんだって。リサオ兄ちゃんが言ってた。今の放浪寮は狼のお家なの。木がいっぱい生えてて宝物を隠すのにぴったりの場所。お昼はいつも静かで、夜になると遠吠えがいっぱい聞こえるんだ。危ないってみんなに注意されるけど、お友達のレザーと一緒に探検するから大丈夫だよ。俺がみんなを守る。ここは風神様にお祈りする人が集まる聖堂だよ。昔は悪い人たちがふんぞり返ってる建物だったってガイアお兄ちゃんが言ってた。風神様の像とセピロス大聖堂はどっちもすごく大きいから、モンド一番の名所になってるんだ。風神のご加護があらんこと。何かお困りですか？ダメダメ、ディルック様のことばかり考えてしまう、はあ、エンジェルズシェアタイムサービス中。いらっしゃい。あ、ガイアお兄ちゃんだ。ん？おお、クレイと旅人じゃないか。なんだ、酒を飲みに来たのか。ここはクレイは入っちゃいけない場所だよ。冗談だよ。じゃあついてくるといい。酒場でもどこでも案内してやるぜ。まずは俺もよく来る酒場、エンジェルズシェアの紹介だな。ここはモンド一長い歴史を持つ酒造暁ワイナリーが直営する酒場だ。酒ってのは醸造の過程で蒸発して量が減るんだ。それを天使の取り分、つまりエンジェルズシェアって呼ぶ。一息つきたい時はここに来るといい。ドリンクはうまいし、情報収集にも適した場所だからな。それとワイナリーではたまにパーティーが開催されるんだ。パーティーでのディルックの振る舞いはいつも完璧。いろんな意味であいつは完全無欠の紳士だよ。
闇を守る者よ、暁の光を忘れるな。邪念と戦う者よ、正直な心を忘れるな、か。名漢峡谷を先に進んでいけば、いずれはこの巨大な古城遺跡にたどり着く。古城全体が環状になってて、民一人一人に場所が用意されてたみたいだな。昔は皇統の暴君様の居城があって、さぞかし豪華絢爛だったんだろうが、今は見る影もない。ここには遥か昔の苦い思い出が満ちている。門戸の南に位置する極寒の山はドラゴンスパインだ。ひょうひょうと吹きすさぶ寒風、雪に埋もれた山道、いてつく空気がその身を震わせ、ほとんど草木の息吹を感じない山中は静寂に満ちている。この雪山にある亡骸は魔竜ドゥリンのものらしい。竜民の谷って呼び名もそこから来てる。漆黒の竜が最後に眠った地。なるほど。旅人、時間がある時にでもドラゴンスパインをゆっくり探索してみるといい。かつて文明が栄えた地に一体どんな秘密が隠されているのか、お前の目で確かめてくれ。ガイアお兄ちゃん、エイロ騎士、やっと帰ってきた。ねえ、クレイと一緒にお魚ドカンしに行こうよ。神団長にバレないようにこっそりね。はあ、ちゃんといい子にしてたからな。一緒に行こうじゃないか、旅人。お前ももちろん一緒に行くよな。And that's it from me, everyone. How was it? I hope you enjoy it and find it useful. Subscribe, like, and stay tuned if you want to see more of my work. I'll see you guys later, and bye bye.